と地域活性化ということで、この時間は、大阪誠治さんにお越しいただきまして、現在、総理補佐官をやっておりますけれども、北海道ニセコの町長をなさって、ニセコまちづくり基本条例などを制定されて、その後衆議院議員、現在、北海道8区。 とということで、総理補佐官をやっておりますでその大坂さんから、今、非常に大きな問題となっております、中期試験改革、特に地域の活性化について、ご自分の体験から、そしてまあ中央の政界に来られて、今、何が問題なのか、今後どうあるべきかということについて、お話を受けてった質問、質疑に入りたいと思います。私は当クラブの企画員をしております、テレビ朝日の川村といいます。 よろしくお願いいたします。えー、大阪さんはですね、えー、現在そのまあ流行っているといいますか、ツイッターというものを正解で初めてといいますか、正解ツイッターの先駆けとしてもですね、うち <laughs>、えー、から情報を発信されているという方なので、まあその辺のことも含めて、えー、活発なご議論をお願いしたいと思います。それで大阪さんよろしくお願いします、はいえー。皆さんおはようございます。 えー、大阪政治でございますじゃあ今日これから1時間余りです、ね、お話をさせていただいて、その後あの、質疑を受けたいというふうに思います。今、あのーまあ、今日私は地域主権について話をすするわけですが時節柄頃のあま 果たして今日地域試験の話をして皆さんの関心はあるのかなという,ふうに思うんですがまあ若干、あの昨日から起きていることについて話をさせていただきますとえまあ昨日小澤さんが出馬を表明されたわけですが皆さん、どうでしょうかねやっぱりふ月き前のことを思うとう果たしてやっぱり国民の多くの皆さんが感じているようにですね大丈夫かいな。 っていう思いを多くの人が持つのではないかというふうに思うんですね。それから鳩山さん自身もあのまあ政界引退されるような発言もされていながら、まあ、昨日のような行動をとっていることについてもですね、あのどうかなっていうふうに思っている方も少なくないのではないかというふうに思います。しかしながらその一方で、まあ、それはそれとして置いとくとしても、じゃあなぜこのこういう事態になったのかということに関して言うならば。 6月4日以降のです、ね、新しい政権がやっぱり必ずしも十分にそうしたその前政権を担っていた方々の思いに応えていないのではないかそれは単に共党一致体制ということで応えていないということではなくてです、ね、政策面において必ずしも十分に機能していないというです、ね、あのところが停、ね、流にあるのではないかという気もするわけですね。だからその意味において 私はまあ総理補佐官という立場であるにもかかわらずちょっと言い過ぎかもしれませんが国民から見るとどっちもどっちだなというふうに見ているんじゃないかというふうに思うんですね。でさらにこうした事態になるとです、ね、冒頭に今私が言ったようにです、ね、実はこういう事態だから地域主権なんていうものは政策的に言うならばこう後へ回されるんじゃないかというようなです、ね、風潮がどうもあるんですね。 あんままりだからら関心が高なないっていとうことなわけですねしかし私はここがです、ね、日本の国の非常に悪いところだと思っているんですね。確かに今株が安い円が高い経済的にどうにもならないだからどうにかしなきゃならないじゃないかその話をするわけですねでもついちょっと前何言ってたかってソブリンリスクの話をしていたわけですねソブリンの話をして消費税の話をして日本大変なことになる大変なことになるって言っていたでも今その話はあんまり出ていない。 まあ、私が何を言いたいかっていうとですね日本の国の,その民主主義を支えるインフラインフラですねここのところっていうのをです、ね、底堅く、えー、長期的に安定的に場合によってはしたたかにやる作り上げるっていうことがです、ね、この国ではないのではないかっていうふうに思うんですね。何か目先に新たなことが生まれるとそこだけに心が奪われてちょっと地域主権の順位が下がるとかですね あるいはもっと言うならば情報公開とかですねあるいはうー国民の権利を救済するっていう観点で言うならば行政不服審査とかですねこういうものって実は何にもできていないんですねこの国では、まあ、この国っていう傍観者的な言い方はまずいんですけれどもその民主主義の基礎的なインフラについてもっとですね安定的したたかにエネルギーを注ぐということがないとですね 私は日本の民主主義というのは進化しないんじゃないかというふうに思うんですね。で今までの,あの私は地域主権議論を見ていて思うことはですねやっぱり本質的にこの国がどうあるべきかとか地域がどうあるべきかっていう議論があんまりなかったように思っています。権限財源が地方に行けば本当に地方がよくなる。本当にでもそうでしょううか。本当にそうなんだろうか。 っていうようよな疑問が投げかかけられることはあんまりなかったよううに思うんですねでその実は出発点みたいなものはですねなんか私には2つあるというふうに思ってまして1つはですね成田ですね成田成田空港を作るべしというふうに閣議決定されたのは昭和4041年か2年ぐらいのことだったというふうに思いますちょっと今は記憶は正確ではありませんけれども。 それで開港したのが昭和53年ですね53年ですね53年の3月に開港すべきあの準備が進められていましたけどもご案内のとおり、えー、あれはうん幾人かの方が管制塔に侵入して管制の危機を壊して開港が2月ほど遅れましたでもまあ53年に開港したわけですねでこの閣議決定から53年の間に何があったかっていうのは皆さんご承知のとおりですね、えー、激しい 闘争があってもう後に、えー、救いがたいほどの加工を残すようなことになってしまったわけですしかしそれほどのことをやった成田空港今どうなっているか完全開港できていないわけですね完全開港できていないばかりか、えー、役割分担の点においてまた羽田との関係がどうなるかということが取り沙汰されるようになったわけですね一方ですね少し目線は飛ぶんですけれどもミュンヘンの空港整備 これもです、ね、実は昭和日本の年号でいうと昭和40年代の初めにです、ね、ドイツでミュンヘンで新しい空港整備すべきではないかということが決められたんですね。で実際このミュンヘンの空港,整備空港整備が完了したのがですね日本の年号でいうと平成元年か2年ぐらいなんですね。だからずいぶん遅れているわけであります。でこの間ドイツでは何をしたかっていうとこの空港整備が本当に是なのか非なのかあるべきなのか。 といいいううようなことについてて議論を重ねているんですね。で結果的にミュンヘンの空港整備は時間は遅れたけれども完全な形で開港しかつまたもちろんこれも何も問題がなかったっていうわけではないんですけれども、えー、完全な形で開港されですねかつまたそのいわゆる国民の合意形成の、まあ、政策決定における合意形成のです、ね、ある種のモデルみたいな言われ方をしているわけですね。すなわち何を言いたいた 日本の国には何か政策課題がある命題があるっていうふうになるととにかくその解決急ぐんだ急ぐんだって大至急やらねばならないというふうにいくんだけれどもそのプロセスとか真意とかですねそういうところにですねあまりエネルギーを割かないそういうふうにとにかく問題解決問題解決というふうに来てしまったことがですね私は一つさっき私の言うところで言うその民主主義のインフラみたいな基礎みたいなところにですね あの思いが至っていない大きな理由なんじゃないかなというふうに思うんですね例えば私の重大な関心事である情報公開制度ですねこれについて言うならばこれももう記者の皆さんご承知だと思いますけれども日本の公文書館の今職員42人ですね42人それで本棚の延長39キロおおそうかと39キロも本棚の延長あるのはすごいなというふうに思われるかもしれませんが。 アメリカの公文書館の本棚の延長って900キロですね900キロで職員の数2500人ですこれ実は情報公開っていう観点でいうのは運泥の差があるわけですねいやそれは大阪さんアメリカと比べるのはいくらなんでもやっぱりアメリカはその点においては秀でてるからっていうふうにおっしゃる方も多いと思いますじゃあドイツフランスと比べたらどうかドイツフランスの公文書館の職員800人とか700人とかそういう規模なんですね ドイツももフランスも日本より人口が少ない国ですね。だけれどもそういうところにエネルギーを割いているわけですねいや大阪さんそれは欧米と比べるからひどいんだと欧米はやっぱりそれは進んでるだろうじゃあ韓国どのぐらいかって韓国の公文書館の職員300人なんですねいや職員の多さだけがそこの分野のえー、優れてる優れてないの問題ではないかもしれませんけれどもやっぱりですねこういったところにほとんどやっぱり 配慮されなない形ののの中でででですねこの国づくりが進んできたのではないかっていうふうに思うんです、ね、で、私はだから今ですねこういう分野確かに目先のものはいろいろあります経済どうするんだ株価どうするんだ円高どうするんだいろいろあります普天間どうするんだっていろいろあるんですけれどもそれはそれとしながらもうもう一方の歯車っていうか車輪としてですね日本のこの民主主義のインフラをしっかり整備するというところにですね もう大きな力を割くしかも安定的に継続的にです、ね、その必要があるのではないかマスコミの皆さんもです、ね、その日常の降ってくるさまざまな課題インベーダーゲームのようにです、ね、少し古いですけれどもどん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 打たれてくる球だけを打つということだけではなくてインベーダーゲームの構造そのものをです、ね、あの根底から直すんだというところにもです、ね、もっともっとエネルギーを割いてですね 報道する必要があるのではないかというふうに思うんですね。これが私が今日言いたいことの一つです。それからもう一つ言いたいことがありまして、それはですね、地域のあり方あるいは地域のものの考え方であります。私はこの30年余りですね、日本の地域づくりって完全に失敗したなというふうに言わざるを得ないですね。だってそうですよね。いろんなことをやりましたけれども、今。 地域の地方都市ですら私なんか人口4000人ぐらいの小さな町の生まれ育ちですが人口4000人や3000人のところだったらそれは買い物難民みたいなのがいてもおかしくないと思うかもしれませんけれども人口20万30万のところでも買い物に行けない,い実際うまくその機能しないようなところがたくさんあるわけですよねあるいは私今函館市に住んでいます函館市は 5年前に合併をししてその時の時人口が30万でしたところが1年に3,000人ずつ人口が減ってですね今28万5,000人なんですね。で函館駅中心市街というふうに言われているところもう完全にシャッター空き地ですねどうやってここの市を元気にするかというところについて必ずしも十分な対応が取れないような状況になっているわけですね。 だから地域に対する考え方、在り方、どうあるべきかというところがです、ね、全くもって間違っていたのではないかというふうに言わざるを得ないわけであります。でもそれを考えるきっかけはどこにあったのかというとです、ね、私は1980年代の後半だというふうに思っています。昭和の終わり、もしくは平成の初めですね。今日いらっしゃっている方、若い方が多いですので、あまり記憶にないかもしれませんけれども、1988年、昭和63年から平成元年にかけて、 ふるさと創生1億円というのがありました。ふるさと創生1億円、竹下内閣のときですね、全国の市町村の規模の大小にかかわらず、す、え、べ、ー、ての自治体、1億円交付したわけですね。しかも、1億円自由に使っていいって、何に使ってもいいんだということであります。で、なぜあの政策が出たか、もちろんお金があったから出たのかもしれませんし、でも根本的にはですね、あのときに霞が関の ま中央政府あるいは、えー、霞ヶ関の官僚の皆さんがですね、地域のことに対する課題解決能力を失っていたことの一つの表れではないかというふうに思うんですね。中央集権的に道路整備しよう、下水やろう、水道整備しようって、公民館整備しようっていうような時はですね、中央集権的にいろいろと号令発することが良かったわけですね。でも地域の個別課題に。 対応していく地域それぞれが地域の特色を持って元気を出しなさいということに対しては中央集権的手法は通じないわけですねだからそのことに直感的なのか動物的なのか分かりませんけれども気が付いた政治家もしくは官僚の皆さんがこりゃもうだめなんだとだから地域自らが考えて地域が想像していく作り上げるというやり方をしなければいけないということであの1億円事業がスタートしたんですね。 現に私はあの仕事の担当でしたのでその時のスローガンをよく覚えています地域自らが考えるっていうようなことだったわけですねであの時に実はヒントがあってですねそうだと本当の意味でこの国は地域が自発的自律的にものを考える仕組みを持たなければいけないんだというあの1億円はきっかけだったはずなんですねところがその後何が行われたか残念ながら地域自らが考えなければいけないということだったのに えー、総合整備事業債っというのをご存知でしょうかね、借金ですね、総合整備事業債いかにも地域が自発的にものを考えて仕事ができるような仕組みみたいに見えるんですけれども、交付税で後にです、ね、財政規模に応じて、30数から55%ぐらい、元利償還費を面倒見るというようなです、ね、中央集権的な財政支援によって、地域の在り方を規定していく手法が取られたわけですね。 その結果全国で何が生まれたか、えー。本当の意味で地域の特色だと思われないような政策にですね、えー、中央省庁がある種のお墨付きを与えるっていうことが行われるわけですね。あまり言うとまずいかもしれませんが例えば地域の街路整備そこの特色が何かのその水産業だとするとですね そこの街路灯の上に鮭だとかイカのオブジェをこう載せるようなことでこれが地域の特色ある事業だみたいなことが行われるわけですよね本当にあれセンスいやセンスの問題ってのは人それぞれだからいろいろあるんでしょうけれどもあれが地域の特色ある事業なんでしょうかねそしてしかも中央集権的にもう政策を展開していくことはある分野においては限界だということが分かっていたにもかかわらず財政的に有利な制度を設けて誤った地域の特色みたいなことをですね 国がある種認定するというか認めて仕事が進んでいくわけですね実はそうではなかったあの時に本質的に地域はどうあるべきか地域の元気とは何かとかですねそういうことを考える時間1年でも2年でもよかったのかもしれないんですけどそういうものがあって初めて地域の在り方を議論してその時に今のようなですね、まあ、一括交付金がいいかどうかは別にしてもですね財政はどうあるべきかみたいな議論をする。 ということが大事だったのではないかなと思うんですねしかしながらそうではない方向へどんどん来てしまったわけですで、その結果何が生まれたか膨大な借金の山が生まれるわけですね地方の側は未だもって相変わらず、えー、たくさんやっぱりお金が来ることが望ましいということになったわけですねで、たくさんお金が来ることが望ましい構造の中にあって今度は平成15年16年に三密体改革が行われたであの時に 一気に地方の財源も減ららさされたさらに、えー、持てる自治体と持てない自治体の格差があの時広がったわけですね。で、翻って何が起こったか自治体の基礎的なサービスすらうまく提供できないようなところにまで陥ってしまった。で、地域が本質的にどうあるべきかっていう議論をしないままにとにかくお金だけがないっていう状況になってしまったわけですね。どどどどん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 地域はさびれていく 地域で守るべき価値は何かということを今度は議論するいとまもないぐらいにですね地域の皆さんの生活がおかしくなってきているわけですね。だから今一歩ここで立ち止まってですね私たちは本当に地域がどうあるべきかということを考えるこれ実は痛みの伴うことなんですけれどもそれをやらなきゃいけないんじゃないかなというふうに私は思っているんですね。だからあのどっちののの話話にも1番目の話私はその 政策の進めみたいなところあるいは民主主義のインフラみたいなところにあんまりエネルギー注いでないという話をしました2番目地域の在り方考え方についてもです、ね、地域自らが考えて発想できるというようなことが必要なんだけれどもそれをやらないできてしまったというところをお話しましたけれどもいずれにも通用する話はです、ね、目先の問題解決をするということと加えて本質的に、えー、例えばシステムをどうするかとか。 本質的に地域がどうあるべきかとかいうです、ね、目先の問題とは別のところにです、ね、エネルギーの半分ぐらいを割く必要があるのだということをです、ね、強く主張したいんですね。これをやっぱりやれないやれなかったことがです、ね、どん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 時代が複雑になっていく社会が複雑になっていくことに対する問題解決能力を失わせているんだというふうに思うんですね。 で私はその民主主義のインフラって酸素あの動物における酸素のようなものだと思っていましてね動物において酸素なんていうものは実はあって当たり前のものなわけですねそしてさらに言うならば高度の高いところ要するにメキシコみたいなところで暮らしているアンデスの山で暮らしている人たちにとっては酸素の量が少なくてもその環境にいる人は酸素が少ないってことは分からないんですねでもそれに体が順応するわけですねで,でも その酸素が豊富なある程度生態にとって十分と言われる酸素のところにある人が酸素の少ないところへ行くとですねとんでもない不自由さを感じるわけですね実は民主主義のインフラも同じで民主主義のインフラそのものがですね整っていないところにいる人にとってみればそれが当たり前に思えてしまうわけですよねところが民主主義のインフラがしっかりしているところから人々が、えー、そうではないところへ行くとものすごい不自由さを感じるわけですね。 こういういい感覚を私たちはは持つ必要があるのではないか日本の民主主義本当にこれで大丈夫なのかとかです、ね、地域の在り方はこれで大丈夫なのかみたいなことを常にです、ね、こう大きな視点で目先の課題に対応するということ以外にです、ね、考えておく必要があるのではないかなというふうに思っているんですね。さてそこで今日の,あの一つの主題であります地域主権でありますけれどもこれの話を若干させていただきますと、まあ、この問題については1993年ですか。 衆議院と参議院で一致してです、ね、日本が中央集権国家から、文献型の国家にならなければいけないんだということになって、決議をしたわけですね、そして94年以降、文献推進委員会、あるいはその後の西室委員会、あるいは先般までありました丹羽委員会などで,です、ね、文献の内容についていろいろと考え、政府に対して勧告を出して、その勧告内容を政府が実現するしないということをやってきたわけであります。 私はこの方向は基本的には間違ってはいなかったというふうに思っていますが間違っていなかったというふうには思うのですが果たしてでもこれが十分な成果を上げられたかというと必ずしもそうでもなかったというふうに思うんですねそれはなぜ十分な成果を上げられなかったか政府の側中央政府の側は多分分け与えるというそういう気持ちが強かったんだと思うんですね。 自分の都合に応じて自分たちがやれるかやれないかという価値判断の中で権限や財源を分け与えるということだけをやってきたわけですね。それともう一つは地域に対する想像力がなかったというふうに思います。今日本の各地随分差がありますね。差というのは何も経済の差とかっていうことではなくて形式的形式的な差です。例えば東京都青ヶ島村人人口200人 横浜人口360万人、これは同じ基礎自治体として扱われているわけですね。あるいは気象条件、あるいは地理的な条件、ずいぶん差があるわけであります。その差異というものをあまり考えることなしに、自治を見るときに何を基本に見ていたか、人口規模というものをです、ね、一つの基本に見ていたわけですね。だから、前政権下で行われた合併の推進の中の文書。 規模ポツ能力規模中黒のポツ能力規模と能力は一致するっていうふうに思っていたわけですよねでも本当にそうでしょうか確かにそういう側面もあるんですね規模と能力が規模が大きくなれば能力が高まるっていうところもあるかもしれませんところがですね規模が大きくなって失われる能力も実はあるんですねそれ何かコミュニティの機能とか役所と距離が近いとかですね き、えー、めの細かいサービスが行き届くか行き届かないかなんていうところにおいては規模が大きくなると失われているところもあるかもしれません。規模が拡大すれば、えー、愛嬌心みたいなもの強度や地域に対する愛着みたいなものが失われる可能性も場合によっては否定できないかもしれないわけですね。だから地域の差異違いあるいは規模に対するある種の幻想そういうものを乗り越えたですね私は。 文献型社会っていうものを作っていく必要があるというふうに思っているんですね。だから国の一方的な都合と創造力不足によるですね権限や財源の分け与えではですねこの国はうまくいかないのではないかということであります。そこで民主党政権になってですね地域主権ということを言い始めたわけですね。なんだとやっていることは権限財源の配分だし 何も自民党時代と変わらないのに、政権変わったからといって言葉だけ変えたんだろうというふうにおっしゃる方がいるかもしれませんが、そうじゃないんです。発想そのものが全く違うんですね。お手元のペーパー用意してありますけれども、地域のそれぞれの際に応じてですね、地域のいろんな産業があります、あるいは医療や福祉や教育の置かれている環境も全く違うわけであります。そのそれぞれの地域の実態、実情に応じてですね、地域ならではの地域の在り方、 あるいはその在り方を達成するための国の仕組みや権限や財源の在り方それを地域の側から泉のように湧き上がるような形でですねこういう仕組みが必要なんだこういうやり方をしたら私たちの地域はもっと良くなるんだというようなことで,です、ね、地域の課題を自らの責任と力において決めて実行していけるというようなそういう意味のあの 国を目指したいんですねだからまさにそれは地域主権なわけであります分け与える文献ではなくって地域のことを地域自ら要するに主権者である国民自らが決定できるそして実行できるこういう意味でのですね地域主権というものを主張しているんですね。でもう社会に説法だと思いますが主権という言葉には3つの大きな概念があるというふうに一般的に言われてます。3つの概念 主権国家というような言い方をすれば何か主権国家といえば他の国から自立している独立している自立性独立性というのが主権という言葉の一つの意味ですね国家主権といえばどういう意味か国家主権といえば国というものがその国における最高位の存在である上位性ですね上位性を表す概念が主権ですね国家主権というふうに言えばあるいは国民主権といえば何か これは国民が決められる物事を決めていく主体は国民であるっていう意味ですねすなわち主権という言葉には大まかに3つの概念がある自立性独立性最高性そして決定できるということでありますすなわち私たちは地域のことは地域に住んでいる皆さんが決定できるしかも自律的にやれるそういうことでですねいわゆる従来の文献とは違う地域主権という言葉を使うようになったんですね でこの点に関してです、ね、もしかすると地方議会でも議論があるかもしれません。地域主権という言葉はです、ね、おかしい、えー。地域主権、地域に主権を与えるなんていうことはです、ね、国家主権を飛び越えて民主党は、えー、地域を自立独立させてです、ね、国家の分断を図る危うい集団ではないかというふうに誠、まあ、にしゃべる人がいるんですね。でももちろんそんなことは考えているわけもなくですね。でもし仮に 民主党がその地域を自立独立させて、えー、国家の分断を図ろうとしているとするならばですよ地域が独立自立した段階で地域主権という言葉は意味を失うと思いませんかだって独立してしまったらもう地域主権でもないそれは国家主権になってしまうわけですから地域主権って言ってるっていうことの心の意味は国家が最高位である国家主権の範囲の中で、えー、いわゆる地域の決定権の拡大をしようっていうことなわけですから。 あのいろいろと批判されている方はですね私は、えー、どうも想像力が少ないなというふうに思うんですがまあそれはともかくとしてですねいわゆる従来の文献とは全く違うっていうことをです、ね、考えているっていうことなんですねだからその意味において「道種性」っていうものについてもですね民主党政権ではあまりはっきり道種性を打ち出していません打ち出していない一つの理由はですね従来の議論でいくならば 日本国中を8地域に分けるとか13地域に分けるとかブロック分けからスタートするわけですねブロック分けからスタートしていくわけですねそしてどちらかというとまあ上から押し付けるような形でのいわゆる道州まあ本当のことを言うと道州って何かっていうのはすごく深遠な議論でここにいる方はも道州制って何って聞いたら答えられる人はいないんじゃないかと思うんですがまあそれはちょっと置いとくとしても。 だから上から押し付ける形での同州っていうのは私たちは必ずしも適切だというふうには思ってないんですね逆に言うならば地域の側で私たちの地域のこの県の範囲っていうのはちょっと狭いんじゃないですかねと特にですね今までの文献議論に私は欠けていた視点っていうのは2つあると思っていまして2つあると思っていて1つは経済の観点 すなわちです、ね、国から自治体に権限や財源が渡,る渡れば補完性の原理に合図ベターでうまくいくというふうにいろいろ思われているけれどもその時に地域経済っていうのはどういう範囲で行われるのが適切かっていう議論は必ずしもなかったように思うんですね単に基礎自治体に権限や財源がいけばすべてうまくいくいやそれはそれでうまくいく部分も相当あるんですがでも地域経済の活動範囲の枠組みどうするかっていう考え方は必ずしも十分になかったというふうに思うんですね。 それからもう一つ国際性です。地域の中にある社会インフラが国際的に通用するものであるべきかどうかというような視点がです、ね、文献議論の中で必ずしもなかっただから地域の目線だけで物事を見て地域にこんな道路が必要だこんな港が必要だこんな空港が必要だということが進むわけですね。 でも国際性とか経済性っていうことを考えてみたらですね実は今よりも,もっと大きな範囲の自治の塊っていうものが必要なのではないかっていうことですねでそういうことが地域の側から私たちの地域はもっと広い範囲での自治の塊が必要なんだということが地域の側から自発的に出るそれを仮に道州というふうにいわゆる道州というふうに呼ぶならばですね私たちはそういう道州についてはですね あの積極的にあの推進してもいいのではないかというふうに思っているんですね。逆にまあ、繰り返しですが、上から押し付けて、ここは南関東州です。とか、ここは北関東州です。みたいなやり方っていうのはどうなのかな？っていうふうに思うんですね。それから同じような観点で合併合併です。合併もですね。えー、まあ、随分進んだ3300あったのが今1700ぐらいになりました。けれども。 合併を民主党政権では批判否定はしていません合併というのはある種地域を強くしていくあるいは効率性を高めていく一つの手法だろうというふうに思っていますところが人口300040005000というような自治体が10自治体が合併して例えば人口数万の基礎自治体ができた面積が1500平方キロだ というようなところができてですね本当に規模のメリットが得られるのかどうかというようなところですねそうじゃないところいやもちろんそうなったところもあるかもしれませんけどそうなってないところもあるかもしれないんですねだから確一的に合併を進めさえすればですね地域が良くなるっていうのは、えー、まあそういう側面もあるけれどもそうじゃない側面もあるだろうということなんですねだから合併についてはまあひとまずピリオドを打ってですね もちろん今後も合併したいというところは合併をすればいいだけれどもそうじゃない手法によって地域の基礎的な力をつけていきたいというところについては多様な選択肢をですね得るということが必要になってくるんだろうというふうに思うんですねでそれは確率的に国の側で人口が5万が適切だとか15万が適切だって言えるものではないっていうことだというふうに思っていますだからその選択肢の幅を広げられるっていう意味で あの我々は今地域主権の制度設計をしているんですねだから自発性自立性をいかに促すかっていうところが非常に重要になるというふうに思っていますそれからひも付き補助金ですこれもですね相当に私たちは問題があるというふうに思っていますいや実は補助金というのはすごくありがたいんですね私もニセコ町長時代相当補助金の獲得に奔走いたしましたは、えー あんまり言えないんですがこれあ YouTube で流れてるんで言えないんだな随 <laughs> 分ガリガリとですねそして地元ではですねなんか大阪さんといえばどっちかっていうとその市民参加で公共事業みたいなものをあんまりこう,うん積極的にやらないタイプに見えていたのにあたかもその当時で言うならば。 当時の自民党の今、国民新党の,あの幹部になあの偉い方になっているあの人みたいだねって言われたことがあってですね、まあ、誰のことかわかると思いますが <laughs> まあそういうそれぐらい私は補助金の獲得は一生懸命やったんですねで補助金獲得すればですね議会の側からも評価されます。 議会でいくつかこう事業を説明して予算審議する時にもです、ね、この A 事業っていうのは国庫補助が入りますってうと大体議会はあそうかと国も認めてる事業ならいいなっていうことはあんまり議論しなくて済むわけですね財源的にも十分あるんだしっていうようなことですよね、まあ、当たり前ですわね、えー、1億の事業1億自前のお金でやるよりも3分の1でも2分の1でも補助金が入っていればそれはいいって多くの人が思うわけですね。 ところがで,す、ね、でもこのひも付き補助金ってものすごい弊害があるんですね弊害がある一つは事前に獲得するために相当エネルギーを使うわけですあっち行きこっち行きいろんな説明をするわけですねそれから補助金には申請の期限がありますそれからある一定の時期までに事業を仕上げなければならないっていう終わりの期限もありますねこれが実は相当問題なんですね 一つは申請の期限があるがゆえにです、ね、地域でその事業が本当に必要かどうかということを十分に議論する時間を取れないことがあるんです。市民参加でいろいろ議論をしていく、でも補助金の申請期限が来月の5日に迫っているとなるとです、ね、ある一定の時間であたかも市民参加が十分行われたかのように装ってです、ね、議論を終結させることがあるわけですね。そうしなければ補助金の申請期限に間に合わないわけであります。だからそこで 地域でをを考えるるとととといいううこころを阻害するということがあるわけですねあるいは先ほども言いました通り国の補助事業だっていえば議会の側もある種フリーハンドで認める傾向があるわけなので、まあ、全部がそうだとは言いませんけれども本質的にその事業がいいかどうかっていうことを考えさせる機会を失わせるわけですね。それともっと現実的にひどいことがありまして補助金の申請期限があるがゆえにですね 補助金の申請って事業が複雑であればあるほどです、ね、国の側も求める書類はなるべく現実に近いものを求めるわけですよねそうなってくると何が起こるか自治体では補助金の決定がないのにその事業について深く準備をしなければならないわけです例えば建築にしても土木にしてもです、ね、相当緻密な書類の提出が求められるわけですねところが事業をやるっていうふうには決定していない だけれどもその事業の内容について相当多額のお金をかけて準備をしなければならないということが生まれるわけですね。それ何が行われるか設計のコンサルタントとかです、ね、いろいろアドバイスをくれるような民間のシンクタンクにです、ね、青田で物を頼むわけですよいや申し訳ないけれども、えー、設計会社さん補助金の申請必要だからとりあえず図面引いといてくれないかなっていうようなことをやるわけですね。 すなわち団子よりもひどいことをやるわけですね。で、業界ではもうそういう話っていうのはすぐ通りますので、ニセコ町が今度やろうとしているヘリポートの事業については A 設計に頼んだって、青田でやらせているてということになれば、いくら公開で入札をしても結果的に A 設計が落とすというようなことはあるんですね。まあ、私がかつて、職員時代、町長時代にそういうことをやっていたかどうかは別にしてですね、そういう側面も実はひも付き補助金にもあるわけですね。 で国の側はそれ知ってるんですよ、実は、ないない、そうでなければこんな詳しい図面が出るはずがないということは、国の方だって知ってるんですね、でもそれを固めつぶって黙認しながら、はいはい、これで補助金申請出てきましたねと、で、チェックをしてです、ね、じゃあ補助金決定みたいなことをやるわけですね。それから、今回から事務費というものはなくなりましたけれども、補助金には事務費がついてきます。人件費あるいは 役所の中で使う消耗品だとか郵便代だとかいろんなものに対する事務費そんなに額は多くありませんけれども数パーセントから10%未満ぐらいでついてくるわけですね1億の事業をやれば1000万ぐらいのものが場合によってはついてくる800万とか500万ぐらいのものがついてくるわけですねでもさっき言った通りその事務費が使えるのは補助金の交付決定から事業の終わりまでの期間しか使えないわけでありますで場合によってはですねその補助金が 過重等になる事務費が過重等になることもあるんです要するに平たく言えば使い切れないわけですね使い切れないけれどもかつてのルールで言えば使い切れない補助金を国へ返還するということは財務と確証の関係においてそれはなかなか認めがたいことなんですね確証は一生懸命補助金を獲得予算枠獲得したのに自治体から返還があったなんていうとそれはちょっと認め財務との関係において認めがたいわけですねだから事務費全部使えっていう話になるわけですよねじゃあその時何が起こるか 年度をまたがざるを得ないでも単年度主義ですから年度をまたぐってことはできないだったら業者に払ったことにしておいて後の年度に必要なものを買うってことが起こるわけですねいわゆる預けですね、えー、だから預けはですね実際の職員がズルをしようと思ってやっていた人も中には私はいると思いますけれども制度上致し仕方なくやらざるを得なかったんだというところもですね実はあるんですね。 だから私はひも付き補助金というのは自治体にとってはすごく良いものだというふうには一般的には思うんですが実はそうではないところが相当多い自治体の考える仕組みを失わせるあるいは自治の事務の進め方そこに相当な制約があるというようなことですねさらに一般的に言われている「確一的な事業」「確一的なものにしか使えない」とかですね、まあ、最近ぶん変わったとはいえ ででもやっぱりそういうういい側面はあるいうこととこなんですねしたがって我々はこのひも付き補助金を廃止してなるべく省庁横断的にしかも箇所付けみたいなことをなしにです、ね、やれるような補助,補助制度というか財政支援の仕組みを作りたいということで一括交付金というものをです、ね、考えようということなんですね。これによって自分たちの地域の中での事業自分たち自らが優先順位をちゃんとつけられるということです。 福祉の授業がいいのか、教育がいいのか、農道整備がいいのか、道路整備がいいのか、ちゃんと自分たちで優先順位をつけるっていうことですね。今までももちろん優先順位はつけていましたけれども、今までの優先順位の付け方は自治の中の優先順位の付け方は、ですね、その分野における優先順位なんです。要するに農道整備っていうものの中でどこの農道がいいか。 教育という分野の中で何がいいかというような優先順位は場合によってはつけたかもしれませんけれども総合的に地域を見てどこにお金を使うべきかという意味での優先順位のつけ方というのは必ずしも特に補助事業においてはされていないわけですね。まあそういうことをやる。あるいはまた、うん、財政計画ですね。えっ、ー、と補助金というのは事業が必要な時に大きな塊としてお金が来るわけですね。一括交付金のの考え方はは今私たちが思っているのは 必要な事業があろうがなかろうがある一定程度のお金を毎年度継続して自治の現場にお渡しをしたいと思っているわけです。すなわち、塊としてお金が来ないだけれども継続的にある一定のお金が来るということですから自治体によってはです、ね、そのお金を貯金して将来の何らかの社会資本整備に備えようというところが出てきてもいい場合によっては逆に最初に自分が借金をしてその将来来るであろう 一括交付金で償還をするということで早めに何らかの事業をやるということがあってもいいすなわち、財政計画についてです、ね、今まで以上に見通しを持ったということが必要になるというふうに思っているんですね。すなわち、この事業を進めるという意味においてもです、ね、自分たちが知恵を絞る範囲が出てくるすなわち、裁量権が広がっていくと。 いうことがですね。この一括交付金の非常に重要なポイントだというふうに思っているんです。で、一括交付金化すればですね。よく言われるのは、えー、国で一億の予算を用意して補助事業でやれば、まあ、どうしても一億かからざるを得ない。けれども、一括交付金だったら、えー、場合によっては九千万、八千万でできるんじゃないかというようなことが言われることがあります。まあ、もちろん、私は、それはそういう側面もあると思っていますけれども。 今回の一括交付金化にあたってはです、ね、そのかつての三位一体改革のようにです、ね、そもそも、いわゆるその事業にかかる予算を減らすという意味であのこれを導入するということはです、ね、あまりふさわしいことではないのではないかなというふうに思うんですね。そうではない、実はもっと本質的に行政の予算を減らすということが実は一括交付金化でできるわけです。それは何かって、各省になってそれぞれの補助金担当がいっぱいいるわけですよね。 一括交付金化したら各省にいる補助金担当不要になるわけですね。都道府県にもそういう人がいらなくなるわけですよね。自治の現場だって自前で事業をやれば例えば書類の幅10センチで済むようなものをですね、補助金だということになった途端にその準備しなければならない書類がその5倍も10倍にもなるわけですから、そういう意味で最終的にですね、コストが下がっていくわけですね。だから一括交付金化でよくその えー、すごいコストが下がるんだっていうのはその補助金そのものの額を減らすという意味ではなくて補助作業そのものに関わる総合的なコストが下がっていくっていうことがですね最終的に、えー、国地方を通じてのですね行政の効率化につながっていくんだというふうに思っているんですね。さてあのそういう意味でとにかく私たちが目指そうとしている地域主権というのは地域の実勢自立性あるいは自発性 自ら考える自ら決定するというところに非常に重きを置いているわけでありますがその時に重要なものが一つあるんですそれは何か議会ですすなわち地域で意思決定をする地域での議事機関である議会の役割これがすごく大事だと思っています、えー、今まで以上にですね我々が思うこの地域主権型社会というものを実現していくとするならば議会の役割は高まらざるを得ません 従来のようにあ補助事業だから市長これもうフリーハンドでいいよ認めるよみたいなことはなかなか通らなくなるわけですねあるいは財政見通しについてもですね自分たち自らがもっと想像力を働かせる計画性を持つ部分っていうのは多くなってくるわけでありますだから議会の機能をどうやって強化するかっていうこともですね非常に大事になると思っていますしかし議会を見てあの記者の皆さんも感じるところがあると思うんですが 人口200人の村の議会も360万人の市の議会もですね構造は一緒なんですね果たしてそれで本当にいいのかっていうことであります私はやっぱりそれぞれの地域に応じた議会のあり方っていうものがあっていいというふうに思っていますまあ、その意味でですね議会についてもあり方を場合によっては多少選択できる範囲を広げていくっていうことがですね大事なのではないかなっていうふうに思ってるんですね。 まだ今後この部分というのは議論しなければなりませんけれども例えば今の二元代表制というものを前提にしながらさらに二元代表制をクリアに推し進めるような在り方あるいは場合によっては二元代表制という憲法の大きな枠組みは変えられませんが今のところ変えるということではありませんが二元代表の下でもより一元的なですね機能というようなものをですね強めるということが あっっててもいいいいのでではないかなかという,ふうに思っているんですねでこれ議会の議論はですねこれからさまざまなところで特に今、えー、鹿児島のある市の問題もありですねかつまた今愛知でもこの議会の根幹に関わるような議論がいろいろ行われていますので、えー、私たちが思う地域主権型社会を実現するとことと合わせてですね 今まで以上に大きくクローズアップされるし地域自らが議会の在り方を考えていかなければならないところに来ていると思っています。でもう一つの側面としてあるのがその議員の数を減らせ議員の歳費を減らせ議員はボランティアでいいみたいな風潮が今非常に強いですけれども果たして本当にそれでいいのかっていうところも含めてですね議会の在り方選択性を強めていくっていうことが大事なのかなというふうに思ってるんですね。それからもう一つ監査です 監査議会と同時にですね実勢自立性が高まって自己裁量権が強まっていくと監査のののり方が今まままでいいのかっていいいかととううことも当然出てくるというふうに思います残念ながら自治体の監査は、うんまあ、私はあんまり大きなところの監査は十分に知りえませんけれどもでも想像するにですね大きな自治体であれ小さな自治体であれあまり十分に機能していないような印象も持っています。 したがってこれをですねどうしていくかということをですね非常に大事だなというふうに思うんですね。えー、ここについては例えば専門性を高めるためにですね共同設置監査を共同設置するなんてことも必要になるかもしれません。あるいは、えー、外の皆さんに今以上に監査の目をですねあの多く持ってもらうっていうこともですね一つの手法かなというふうにも思っています。まあ、こんなところもですねあの非常に大事なポイントになっていくかなと。 そそんなふうに思っているとところですそれと最後です。す。れ最後先ほど言いました、一括交付金というのが、私は地域主権を進めていく一つのスイッチだというふうに思っています。一括交付金がうまく実現できるかできないかがです、ね、この地域主権を進める入り口になるというふうに思っています。2年前の6月だったと思いますけれども、当時の小沢代表とお話をしました、この地域主権の問題についてですね。 その席には私と、えー、現場さんと原口さんと当時のうん松本武明さん松本さんは政調会長だったから、うん、4人で多分行って小沢当時の代表と話をした時に小沢代表がです、ね、やっぱり一括交付金これがやれるかやれないかがこの当時まあ文献という言い方をしてましたけど文献のやっぱり大きな試金石で入り口だと。 政権取ったら何としてもこれやりたいなということを小沢さんが言っていた私は全くそれは同感でありまして今もその気持ちは変わっておりませんだから年末昨年の年末にです、ね、国土交通省のです、ね、社会資本整備一括交付金というようなものについて多分私はあの小沢さんがその思いがです、ね、あの時に表れたんだろうというふうに思うんですねただ残念ながら今国土交通省が持っている社会資本整備一括交付金は 小沢さんの目指すようなあの交付金の内容にはなっていないんですけれども、とはいうもののですね。いずれにしても、この一括交付金がその大きなスイッチになるというふうに思っています。それともう一つ。直近の大きな課題があるんですね。それは何か。出先機関改革です。出先機関改革、これをどうするかっていうことですね。まあ、原則廃止というふうに目打っていますけれども。廃止できない。 出先機関がああるここと、これはは明らかかなものはいくつかあります。例えば出入国の管理なんていうのはこれは自治体がやるというよりもやっぱり国家全体でやらなきゃいけないとかです、ね、国税ですね国の税金これを地方がやるというふうには一般的にはならないというふうに思いますしあるいは国家財産の管理そういうことをやっている出先も地方にはありますけれどもそういったようなところはですね廃止するということにはならないので。 まあ原則廃止と言ってもですね、いくつかこの多が多がというかある程度のカテゴリーの中で原則廃止ということになるんだと思っていますが、ここをどうしていくかがですね、私は非常に悩ましいなと思っています。一括交付金よりも私はある種ハードルが高いというふうに思っています。仮に出先官についてのある種の方針が出たとしてもですね、じゃあそれを具体的にどんな手順で 財源と人員を含めてですね、地域に移管をしていくのかっていうことは、相当に、あのー、緻密なプロセスが必要になってくるなというふうに思っています。ただ、この問題についてですね、最近、ずいぶんと面白い動きが出てまいりました。先日、九州のですね、九州地域戦略会議って言ったかなっていうところに呼ばれました。そこは 九州の知事さんたち、あるいは経済界の皆さん、あるいは有識者というか大学の先生とかですね九州内にある大学の総長さん、学長さんなんかも参加している会議でしたがその席上で九州知事会の会長が、ね、出先機関については、えー、あれがいる、これがいるということを議論するのではなくて九州としては基本的に丸ごと受けていいというふうに言ったんですね。私びっくりしましまてえ 知事さん丸ごとですかってそんなことをこの公式の場で言っていいんですかって言ったらいやいや九州知事会ではそういうことを含めて検討しているからそれはもう明らかに公式の場で検討しているんでそういう思いを我々は持っているっていうんですねこれは私にとっては驚きでありまして一般的にはそうではなくてこの機関がいるとかこっちはいらないとかっていう議論を地域ではしているわけですねそうじゃないんだととにかく丸ごといるっていうふうにあの丸ごと受けていいっていうことを言ったんですね。で非常にびっくりいたたししました それから、これももうすでに表へ出ている話ですが沖縄県はやっぱり全国に先駆けてそういうものをやりたいということですね、まあ、現に沖縄県は国の出先として総合事務所というものがありますのであれをもう基本的には県の方で、えー、なるべく先行的に受けてもいいんじゃないかというような話をしているんですね。したがいまして出先機関の問題についてはです、ね、ん地域ごとにずいぶん温度差があると思っています。 え積極的にやろうというところとちょっと待てよというようなところですね、まあ、先般北海道などでは北海道開発局廃止反対集会みたいなものは行われているわけですねだからその九州の例などとみると随分違う温度差があるんですねすなわち出先の問題についてはです、ね、非常に難しい問題ではあるんですけれども地域場合によってはどこかの地域が先行してやるということが考えられるのかなというふうにも思いますし あるいは全部の分野において一気にやるのではなくてどこかの分野だけですね先行的にですね出先機関についてある種の地域への移管みたいなものが進められる分野や地域によってですねまだら模様でこの出先機関改革というのはですね進むことになるのかなというふうに思っています。それともう一つ出先機関改革はですね今政権内で あんまり明確には議論されておりませんけれども若干みんなが意識しているのは公務員人件費2割カットと密接な関係があるということですね。まあ、もちろんこれは国の職員が地方へ移ったからといって公務員全体の人件費が減るわけではないんでありますけれどもでもそのこととも密接な関連があってですね、まあ、どうしていくかっていう意味で政治的にも大きな課題だなというふうに思っています。で、まあ、大体あの話したいことは以上なんですが。 まあ9月14日に代表選挙が行われますしかしながら私は菅政権が続こうがあるいは小沢政権がスタートしようがです、ね、地域主権というこの分野はです、ね、どちらの多分政権も重要視するだろう先ほどあの小沢代表時代の話も紹介させていただきましたけれども小沢一郎さんが総理になってもあるいは菅 直人さんがこのまま継続をしてもですね、私はこの地域主権というものはですね、どちらにとっても重要な課題だろうというふうに思っていますので、あのぜひ今日お集まりの記者の皆さんにはですね、継続してこの分野を盛り立てていただけるようにですね、あのウォッチをお願いしたいなというふうに思います。ただちょっと今懸念していることがあります。それはですね、えー、自由 あるいは自己裁量自主裁量みたいなものを持っていない人にとってはですね自分が実裁量っていうものを持っていないっていうことはあんまり気が付いていないところがあるんですねあるいは逆にそういう地域やそういう方々に実裁量自己決定権もっと平たく言う自由というものを与えようとするとですねだから今自治体の現場の雰囲気を見てるとですね いやもうとにかく地域主権必要だ権限、財源渡してくれって声高におっしゃる方がいる反面ですね逆に縛って縛ってって言ってる人もいるように思えるんですねここのところをどうやって乗り越えていくのかというところはです、ね、非常に大きいと思っています。本当の意味で自由自由に考えてやれることがどれほどあの素晴らしいことなのかという感覚を持ってないんですね。 だからこの感性、感覚をどうやって理解してもらうかということがです、ね、場合によってはこの地域主権改革の肝なのかもしれないなというふうに思っています。とりあえず以上でございます、ありがとうございますどうもありがとうございました、非常に論点が整理されておりまして、これからの課題についても具体的に述べていただきたいと思います。 でこれからの質疑に入りますけど、司会者の特権として、まず最初に私の方から一点お聞きしたいんですが、最初と最後にも触れ,ました触れられました、9月14日に、まあ、与党、政権与党になって、まあ、初めての全国規模の党員・党友、そして地方議員を含めた代表選挙が行われるということで、地方の議員、および党員・党友34万人といわれる方の、 その地域試験に対する思いもです、ね、今度の代表選挙には反映されると思うんですけれども今度の菅さんと小沢さんまだ決まったわけではありませんがこのお二人の中期試験に対する明確な違いあるいはもしくはこの点をぜひ代表選挙で論点として争点化してほしい議論をしてほしいという点がありましたらまずそれを教えていただけないでしょうか。 えっとですね、これ、実は非常に難しい質問なんですけれども、えっと、小沢代表時代に、えっと、自治体を300にして2層にするという話をされていました、小沢代表時代にですね。ところがそそのののの後の議論のプロセスの中でそれは、えー 何年,か後何年か後といっても78年という先ではなくてもっと長い先にそういう自治国の姿っていうのはあるかもしれないけれども当面はそうじゃないよねっていうことでですねそこをある種まあ、えー、横へ置いたわけですねその議論をそして我々は今多様な自治の在り方っていうことで国都道府県もしくはもっと広域の まあ都道府県そして基礎自治体という3層をベースにして今物事を考えているわけですねそれから自治体の数も1700を1000にするとか800にするとかっていうことも今は基本的には言っていないわけでありますそれからもう一つがですね菅総理はですね自治あるいはその地域の在り方に関しては松下圭一さんのですね市民自治の憲法理論と。 いうこことをあのよくお話しされるわけですねでこの両者にです、ね、やっぱり私はどちらかというと違いがあるというふうに思っていまして小沢代表の方はどちらかというと中央集権的な手法によってある種の文献型社会を実現したいと思っているのではないかで菅総理の方は、えー、松下圭一理論というものをたたき台にするならば その市民の側から、えー、市民がやれないことは自治体にある種付託をする基礎自治体にですねでそれでもできないものについては市民の側から都道府県に付託をするそれでもできないものは市民の側から国へ付託をするというようなですねそういうイメージがきっとあるのではないかと思ってるんですねだから両者とも多分地域主権というものは重点は置くとは思うんですけれどもその実現手法をどうするかっていう点においてはですね 若干違いがあるのではないかなというふうに思いますね。ただこれは非常に微妙なことですので、果たしてま代表選そのものでね、議論になるようなマターかどうかっていうところはですね、あの少し難しいかなというふうにも思っています。でもこういう違いはあるというふうに私は思ってますね。うんえー、どうもありがとうございました。えー、それでは皆様からの質疑を受けたいと思います。えー、積極的に質問していただきたいと思いますけども。 お名前と社名を名乗っていただいて挙手をお願いいたしますはいどうぞあ,、えー、ありがとうございました、えー、朝日新聞のあの福岡から来ました石松と申しますあのー、お話でもちょっと出たあの鹿児島の悪音市長の問題なんですけどあのー ともかくとは仮に置いておいてです、ね、なぜああいう事象が今の地方,自治法、まあ、地方自治の制度の中で起きるのかというところの,あの大阪さんの,あの見解をお聞きしたくてです、ねえー、例えばかつてであればああいう首長が出てきた場合にです、ねまあ、県や国の統制が効いた場合 はずななのかとと思うところがあって、えー、まあいわゆる地方文献や地域主権などの,の議論が進む中でですね、えー、地方の裁量権というのは少なくとも10年以上前よりは広がっていると制度的には思うんですけれども一方でそういう状況の中でですねああいうまあ首長のスタイルが仮にまああの是非はともかく置いといてですね出てくるということに関して小坂さん自身はどういうふうにまあ見られているのかとでさらにですねこれから地域主権が進めばですね おのずといろんなスタイルの組長や議会が出てくると思うんですけれどもそれに対してですね、阿久根市長の事例を見た場合に今後、それもッとしていくのかもしくは最低限の枠組みというのをどう考えていけばいいのかというところについてご所見をお願いできますか。はいあの、えっと、多分でですすねね今のののの自治の制度設計そのものがです、ねえー いわゆる法律用語でいうとこの地方公共団体は基本的には、えー、順法精神をもとにしてですね行動するものだということが前提になっているんだと思うんですねだからその、えー、違法な専決処分なんていうものは基本的にはありえないとかですねあるいはその、まあ、議会に報告するしないは、まあ、いろいろあるんでしょうけれどもあるいはその議会を召集する しないななないいいいどとととうううことは基本的にはあまりよそういう思想のもとに今の自治法自治の体系が作られている、まあ、したがってです、ね、あの今回のようなケースが出てきた時にです、ね、対応できないのだというふうに思うんですね。でさっき私ですねあの自由がどんどん進んでいけば縛って縛ってみたいなことが出てくるという話をしたんですが最近ある議論はだからああ 悪名だけではないんですけども他の自治のいろんな例を見てもですねうーんもっとだから中央的な統制を強めるべきではないかって議論が出てくるわけですよねで今もだから議会の招集権に関しても例えばあの長が招集しないときは、まあ、18年の改正で、えー、議長が招集請求権を持つことにもなりましたしそれから えっと、議員の4分の1の請求があればあの招集請求できるというようなことも制度として18年改正で盛り込んだんですよね。ところがそれをさらに強化すべきだという議論が今出てきているわけですね。だから今後の動きとしてはその地域主権とか自勢自立性とは逆の,です、ね、あの動きも出てきているというところだと思うんですね。ただだ私こここには注意が必要だと思っていてい何かこう やっぱり縛ってもらうと楽なんですよねだからその縛りの強さと自由実際量の塩梅をどうするかっていうところはこれから慎重に議論をしていかなきゃダメなんじゃないかなというふうに思ってますねそんなことになると思いますだから縛れ縛れという議論がいっぱい出てくるというふうに思いますね、うん、よろしいでしょうかはいそれでは他の方あ、そちらの女性の方 あの鹿児島のの南日本新聞社のエリスミと申しますすどうも鹿児島 <laughs> マターが多いですね <laughs> あの先ほどの阿久根市長の件に絡んでなんですけれどもあのこの間知事の方があの、まあ、2回ほど勧告してるんですけれどもそれにもかかわらず、まあ、あ,のああいう事態になってしまったそれであの、まあ、今二元代表制をどんどん進めるということがありますけれども。あの ああいう事態が起きないようにあの県知事なりに罷免する権限をというふうな議論も国の方ではあるというふうに聞いたんですけれどもあのそういう議論というのが実際あるものなのかということ罷免する県知事にそういう罷免条項の権限を与えるとかっていう議論がもう国の方で始まってるみたいなことも聞いたんですけれどもそれがあるのかどうかということ。 はい分かりました、えっと、今、自治法の改正を検討しているのは総務省の中にあるです、ねえー、行財政検討会議というところであのやっています、そしてそこに分科会2つ作ってやっているんですが、そこの議論の中ではです、ね、罷免という話は全く出てきていないですね、罷免という話は出てきていないです。逆にえー 議会を招集する権,利です、ね、権限ですね、それをどこに与えるか、あるいはどういう仕組みで強化するかという議論は出てきていますけれども、さすがに公選で選ばれたです、ね、首長を知事が罷免する、さすがにという言い方、変かなそ、その議論はあの私の知る範囲では、会議にもずっと出てますけれども、出てないというふうに記憶してます。あ、はい、ありますと 先ほどの一括交付金に絡んでなんですけれども、はい、鹿児島の方では今度の政権交代によって離島を抱えながらも離島の方の補助金になり事業が減らされたりとか事業費が減らされたりあと土地改良の予算が大幅に削減されたりしてるんですけれどもこの一括交付金 がその全国一律になったりするの全国一律の,その配分とかになるとあの今の交付税と比べて大幅に減っちゃうというふうなあの話があるんですねでその辺はあのその一括交付金の,その配分の在り方とかっていうところにはどういうあの見解をお持ちなのかをちょっとお伺いしたいんですけど。はいえっと まず今ある交付税は交付税として別の仕組みですからそれはそれとしてあの残っていくそっちの議論とは全く別の話だということを1つご理解ください。それからですね6月22日に決められた地域主権戦略大綱をお読みいただくと中に書いてあるんですが現行の条件不利地には配慮することになっていまして今お話のあった 離島ですとか過疎だとかそういうものについてはですねあの全国一律ということではなくてそれにも配慮をするというふうにしていますので今お話のあったところについてはですねあの全部同じ基準でやるということにはきっとならないというふうに思います。そそれれから具体的ななじゃあ配分方法をどううすするんんだっていうといころなんですが 基本的にはなるべく客観基準で配分できるようにしたいというのが原則的な考え方なんですが今お話のあったようにですね全国の自治体からは客観基準は大事でそれが中心だけれどもでもそれぞれの地域の事情に十分配慮してくれっていうですね相反するその要望がたくさん来ておりまして今後どういうふうに配分基準を決めるのかですね 相当に激しい議論になると思っています。だから今日この時点ではまだ全くの拍手状態というふうに理解をしてもらえればなというふうに思いますね。ただその時にさっきも話をしましたけれども、三民体改革のときのようなですね、まあことを自治体の皆さん相当恐れています。あんな風になってしまったらこれはもう全然立ち行かなくなるので、今ある補助金の額を減らさない形の中でですね、一括交付という制度を考えてもらいたいっていうあの声が。 たくさん届けられておりまして、私も原則的にはその方向で進みたいなと、あのまあ、直接担当するものとしてです、ね、そう思っています。で、年末の政府予算案の決定に向けて、激しいせめぎ合いが始まるというふうに思っています、はい。どうぞ 山梨日日新聞の川手と申します。お話ありがとうございました。えっと伺いたいこと2点だけございます。えっと地域主権というあの考え方自体はまあこれまでの地方文権と根本的に異なるということで大変素晴らしいと思うんですが、えー、っと仮にや恥、えー、の恥をさらしてしまって申し訳ないですが。が山梨県のあの地方議会全て見ても政策形成能力ほとんどゼロに近いような状況。<laughs> その段階でこの地域主権っていうのが根付くまでどれぐらいの期間時間がかかるとお考えでしょうかこれがまず1点になりますでそれとは別の文脈で、えっと、お話はあまり出てこなかったんですが、えっと、1つ行政の役割っていうのをもう少し考え直すっていう手もあると思っていましてそちらの方がもしかするとあの効率よくスムーズにできるのかなっていうような思いもあるんですがその2点伺いたいと思っていますし,お願いします。 まず1点目ですけれどもあのよくそれは言われることで地方議会あるいは自治体地方議会だけじゃなくてですね自治体そのものにそういう力があるのかということをよく言われるわけですねでも私はそれは鶏ワトリが先か卵が先かの議論みたいなものであってですねやっぱり現実にやっていくプロセスの中でですね力を強高めていくしかないというふうに思っています。 でこのある一定の程度まで力がついたらやらせるんだっていうけれども、じゃあその力を高める手法って、やらなきゃつかないんですよ、現実の問題に直視しなければ、実は力つかないんですね。で、今日はつまり皆さんにぜひ、あのことを頭に置いていただきたいんですが、今、地方議会の話がありました、でも地方議会ではですね、私も町長のときにいく場面か経験があるんですが、議会で議決をいただいた案件について仕事をしていってです、ね、何かちょっと壁にぶち当たりそうになるとです、ね、議会の皆さんからこう言われることがあるんですよ。 実はあれ、俺、内心賛成してなかったんだよね。やっぱりほら、壁に当たって駄目だろうみたいなことを言う議員さんって結構いるんですよ。だからですね、予算にしても条例にしてもですね、本当の意味でぎりぎりとその自己責任を持って決めていたかっていうとですね、私は地方議会の現場ではどうもそうではないのではないかなっていうふうに思わざるを得ない場面が多々あるんですね。ところがその時に 今までの議会の歴史の中で,です、ね、唯一って言ってもいいかもしれませんけれども議会に責任が預けられた場面がありますそれは何かっていうと市町村合併の議決ですこれはですね議会の皆さんの最終首長がいくら案件を出したとしてももう最後やるかやらないかはもう議会の議決しかないわけですからこの時に日本の地方議会が初めて喉元に刃物を突きつけられてですねあんたたちの判断がこの地域を左右するんだよっていうことがやられたわけですよね。 そののにに全国の議会どういうい行動に出たかって。実はあれほど嫌っていた基本的に議会の皆さんが嫌っていた住民参加の手法を取ったんですそうだと議会で議決する前にもっと地域の市民の声聞かなきゃいけないもっと市民の声を聞いた上で最終的に判断しようということになったわけですよね。すなわち実際にその案件にあたってみて初めてその自分たちの身の振り方も考えるようになってきたわけですので。 だから OJT というと言い過ぎかもしれませんけども、OJT によらざるを得ないのかなというふうに私は思っていますね。で、年数ですが、何年経てばいいっていうものではなくて、こういう分野っていうのは、私は常に、えー、常にこの進んでいく、考えていくっていうことだと思うんですね。アメリカのポートランドっていうところがありますけれども、ポートランドの自治って、世界の中でもいろいろ勉強になる、さまざまな取り組みやってるんですが。 常に考え続けてますよねだから多分議会のその能力の発揮の仕方もですね常にあの毎日考えていくっていうものだというふうに思いますね。それから2つ目の質問ですが行政の役割をまあ変えることでっていう質問でしたがもうちょっと具体的に言うとどういうイメージですか 取っているような形になるんですが、うん、でしたらその行政マンの政策形成能力を高める方うが、えーまあ、どちらかというと議会の力を弱めてしまって、えー、行政マンの力を高めた方が結果的,、まあ、その結果的にはその効率よくその物事を決めることができるんじゃないかなというような発想なんですが。あの 効率よくっていうかあの、行政マンの政策形成能力を高めるっていうのは、これ、非常に重要だというふうに思っています。首長といえども、あるいは議会といえどもですね、そ,の、えー、それを支える実は職員がいなければ、これ、全く機能しないというふうに思いますので、行政マンの政策能力を高めるということに関しては、あの何の異論もありません。あともう一つ、そのトップダウンっていうことに関して言うならばですね、私はそれも一つの手法だというふうに思いますが、 トップダウンでやってるんだということを明確にしてトップダウンということを私はやるべきだというふうに思うんですね、そこがですね、ある種いろんな地域の実態を見てみると、あたかもその、うん、ボトムアップでやってるかのように見せかけて実はトップダウンだったみたいなケースが結構あってですね、そこはあのいかに明確にするかというところが大事なんじゃないかなというふうに思いますね、ちょっと質問の趣旨とずれてるかもしれませんけど、ごめんなさい。はい、どうぞ。 NHK 岡山の小山ですなんですけど、まあ去,年えー、去年4月に岡山市全国で18番目の政令指定都市になったんですけど、まあ、その時市政に携わって何が変わるんだろうということをい一生懸命突き詰めたんですけど、まあ、もちろん制度的には権限以上国から財源権限来ると、まあ、あの教育委員会の,あの、まあ、任命権があるとかいろいろあの えー、国道管理できるとかいろいろあるんですがなかなか市民にとって分かりづらいと区役所ができることぐらいだということで,で、まあ、どんどん、まあ、昔は100万基準で今は70万になりましたけどそういうので18で相模原が19で、まあ、熊本どんどんできていってだんだんまあ,ありがたみもな,んかなくなってくるようなでその中核市政令市とかそういう分け方がまあそもそも。 どうなのかなっていうのがあの僕は疑問があってであの横浜が360万人で岡山が70万人5倍以上ある中で同じ政令市というくくりでもいいのかなっていう中でそういったまあ地方文権の中でそういった中核市とかけどまだ成りたがっているところも結構地方自治体ではあの多いのかなと思うんですけどそういうなんか位置づけってどう捉えればいいのかっていうのがまだあと住民から見ても。 ななかなかあの行政のあくまでもその便利さとかそういうことでしかないのかなとは思うんですけどそううういったところはどうなんでしょうか、はい、あの今の質問の中にです、ね、ありがたみがなくなったとっいう言葉が出てきましたけれども<っ>そこが一つの実は本質をついていると思っていまして、ねえー、と村より町、町よりも市市の中でも一般市よりも中核市とかあるいは政令市になるとなんとなく住んでいる人もしくは行政マンとか格がかったような気になっているんですよね。 だからそこが一つなんか問題じゃないかなとうう思うんですよなんかこう政令市になったら格が上がるそういう問題じゃないだろうというかですね、そこでやっぱり住民自治とか市民の生活がどうレベルアップしていくか進化していくかということが大事だと思うのでなんかでも多くの場面では多分格が上がったというふうに言われて思われるんですね。だからそこは問題だというふうに思います。それから今ご指摘のとおりです、ね、実はそういう中であってもですね、うん人口5万人で村のままでいたいというところもあるんですね。 これはえっと岩手県に滝沢村というのがあるんですがここは人口5万でも村のままでいたいという話なんですね。それから私たちが実はニセコ周辺でまあ最終的には合併はしませんでしたが合併の議論をしている時に人口仮に3万超えても市になる特例は使わないってえー町のままでいこうってそれが我々のアイデンティティであって言っているところも場合にちょっと変かもしれないですがあるんです数少ない。で今ですね総務省の行財政検討会議の中でまさにご指摘のその 政令市特例市、中核市、一般市、こ,このくくりが本当にいいのかという議論をしてまして、で特にその地域をです、ね、人口規模だけでくくるということが適切なのかどうか、もっと違う側面があるのではないか、例えば、ここから先はその、えっと、行財政検討会議で議論にはなってないんですが、市といえどもです、ね、中心市街地もなければ公共施設も何も整備がされていない、ただ人口規模だけが10万ある、これは果たして市って言えるんだろうか。 とということですよねでも村といえどもものすごい狭い面積の中に人口が集中していてそこに図書館やコミュニティの機能があったり交通条件が整っている果たしてこれ村なのだろうかとかですねそういう議論が今あの出てきていますただまだ結論は全く出ていないでも問題意識としてはあのご質問のような趣旨の疑問がいろんなところから上がっているというのが今の現状ですねはい、はい、一番じゃああの 奥の方、はい、女性の方。と島根県と鳥取県で新聞を出しております参院中央新報社の田中と申します。今日はえっとありがとうございました。えっと先ほど少しあの住民自治っていう発言もあったんですけれども、その地域が自ら考えるって中の地域には多分その行政だけではなくて住民というのもすごく大きなファクターだと思いますし、そのこれまでは多少その部分が議論の中で欠けてきたのかなという感じも。 私自身は感じていましてあの民主党がえと今考えている地域主権という中で住民という存在をまあどういうふうに位置づけてまあ住民自治を高める住民自治のまあ意識ですとかそういったことを高めるというようなまあことが必要だともしそういう議論の中にあるのならどういうアプローチを考えておられるのかそれをまずやっぱ1つ伺ってみたいということとあのまあ島根・鳥取はすごくやっぱ政治力も強くてあの中央集権にすごく頼ってきた地域でして私自身もその取材の中で 地域が自ら考えるよりもこういう補助金がつくからっていうことでやりたいことよりまあ金が取れることって言ってすごく歪められてきたのも感じてきたのであの一括交付金なり地域主権はまあ自分たちで考えてほしいなとやっぱ思ってきたので思の感じるところはあるんですけどもそのおっしゃってたやっぱりこうもう本当そんなことより地域あの中央集権が楽だからっていう。 の方がやっぱ強いんですね正直そこを乗り越えてどう乗り越えていくかっておっしゃっててまあ私もすごく悩むところはあるんですけどももう一歩その乗り越えるためにどうしたらいいかっていうのをもし具体的に思うところがあればおお考えをお伺いいいしたいと思いますはい分かりまましたまず最初の質問ですが私は今日ちょっとあまり強調しませんでしたが。あの 地域主権とかこれまでの文献とかですねどちらかといえば国から都道府県都道府県から市町村というように行政の枠内での権限財源の、まあ、ある種の取り合いみたいに思われているんですが究極の目標は何かっていうとこれは市民自治の力を高めていくっていうことがですね究極の目標であります。しししたがいままてああののちょっと今日はあの強調しませんでしたけれどもそこが あの本当のととこころだだいいうことはぜひご理解くださいじゃあ、さすれば具体的にですね、今やっている地域主権議論以外にどんな手法があるのかっていうとですね、それは私は、新しい公共っていう概念だというふうに思っています。で、あのこれまで政府というセクターと、民間セクターがある。 でそれ以外のセクターの在り方をですね、もっと公という概念をベースに日本の国では考えていく必要があるのではないかなと思っています。今日本当はホワイトボードがあればあのもっと説明をしたかったんですがあの国民負担率って皆さんご存知ですよね社会保険料と税金国民がどれくらい納めているかというやつですね日本の国民負担率はあの長期の債務負担を除いて40%くらいですねスウェーデンの国民負担率は70%くらいですね。 ところが、ですね、この社会,保障社会保険料と税以外に日本の国では義務的な支出って結構多いんじゃないかというのは今の、えー、と私の思いなんですね。例えば具体的にどういうことかというと、こういうビルだったら電気保安のための設備があります、それの保安保守、点検、更新のお金ってものすごくたくさん払っているんですね。エレベーター、保守点検する、このお金も払っている、エレベーター、エスカレーター、あるいは消防設備、あるいは無線。 これも税金以外のお金なんですけれども義務的に国民が払わなければならないものなんですねそれから例えば企業が障害者の皆さんを雇用ある一定程度の割合でしなければなりませんそれを達成できない時はペナルティーのお金を企業は払うことに今日本の法律のルールではなっていますところがそれ払う先は税金でもなくて、えー、あれは財団か何かに払ってるのかなすなわちですね私が何を言いたいかというと 政府と民というものがあって日本の国はその間にある財団とか社団とか独法とかっていうちょっと得体の知れない団体があってですねそこが国民のお金の随分多くの部分をコントロールしているんですねしかもそれは政府ではないので、えー、あんまり情報公開とか効率性とかっていうところも議論されていないわけですねだからそこをですね その政府と民でもないのであればもっとそこがニュートラルな仕組みになって市民がもっと関与していけるというようなことをやっていくということがです、ね、実は市民の自治の力も高めかつまた行財政改革にもつながっていくのではないかなというふうに思っているんですねだから新しい公共というのが今日は十分にちょっと話せませんけれども一つの,その市民自治を高めていくです、ね、切り口になるというふうに私は思っていますね。 あのー、具体的にです、ね、どうやって乗り越えていくかということなんですが、1つでもいい、2つでもいい、自分たちで自発的にものをやってみたらいいと思うんです、例えば、ニセコ町で行ったときに私は、日本で初めて自治基本条例というものを作りました、これはですね、当時、道長から私が言われたのは、そういう条例作るんなら総務省に相談しろって言われたんですね。 私は何言ってんだってこんなもん総務省に相談したら絶対潰される潰されるっていうのは総務省が悪い意味で潰すんじゃなくてここの条文は法律的に整合性があるとかないとかっていう必ず非常にレベルの高い議論になってしまうとそういう議論をしていったら絶対そのアバウトにやれるものもやれなくなるんでとにかく自発的自律的にやりたいって言ってまあ自治基本条例というものを作ったわけですね。結果何が生まれたかっていうと 内容は実は必ずしも私は十分だと思ってないんですが職員のやる気っていうかそうかと白い紙に我々が文字を書いて条例を作るっていうことがやれるんだとかつては国から示された条例改正の原案によってまる市のところをニセコ町に変えていただけなのにやれるんだっていうことに気が付くわけですよねだから小さくて不完全でもいいから何か実践を積み重ねるっていうことがですね私はその。 自主とか自立とか自由とかを体感していくきっかけになるというふうに思いますね、えー、時間が参りましたので、ここで示させていただきたいと思いますけれども、本質的な議論を含めまして地域試験、地域試験の在り方、それはやっぱり首長、議会、住民の本気度、やる気がどこまであるのかということが問われているんではないかという。 まあご指摘を肝に銘じていきたいと思います皆さんもこれから地域主権についてどしどし取材をしていただきたいと思います今日大阪さんがあ書かれたまあ署名にも地域主権というふうな文字を書いておられますそれではどうも大阪さんありがとうございましたまこれは日本記者クラブからのあ、<laughs> すみませんありがとうございますう<店>どうもありがとうございま,したいたます